脅威っていうか、僕今年の3月にもタイ人とやってて、なんだろう、そのタイ人行くまで1回しか行ったことないんですけど、あ、タイ人ってこんな感じなんだっていうか、で同じ感じで、まあ、決勝前に、あのゲイはこういう感じだろうなって思ってて、でもそれで実際試合やってみたらなんかちょっと違ったので、一つも二つもちょっと上の段階の選手だったので戸惑いはありましたね、はい、でもなんか僕がやろうとしてきたことと同じ感じで、もう最初から削ってやろうと思ってたんですけど、ゲイオも削りに来てましたね、1ラウンド目から。でしかもその僕のやりたいことをやらせないように、そのしっかり対応しながら自分のやりたいことをやってくるので、いや研究とかじゃなくて、もうその今までの百戦錬磨じゃないですけど、そういう感じだと思いますね。なんかすごく1ラウンド目から どうしようかなみたいな感じが続いちゃったんですよね。だからあんまりその手が出なかったっていうか、だから答えも出ずに終わっちゃった感じですね。で多分ディフェンス能力がすごく高いので、遠いところから踏み込んで打ってくるんだったら絶対に避けられるから、ちょっと一歩近づいたところで打とうと思ったんですけど、その近づいたところでもこうあの攻撃を出させないようにさせられちゃった感じですね。うん、僕もガンガン前に出たんですけど、攻撃もらっても前に出る選手ってあんまりやったことないかったんじゃないのかなっていう、はい、感じですかね。はい、そうですね、やりたいです。ただ今すぐやりたいっていうふうには言えないですけどね、もっとしっかり、万全の状態でやりたいですね。その体とかじゃなくて心も、意識をもうちょっとまた変化させないとなって思いました。やっぱ他の選手とちょっと違う感じがしたので、準備が必要かなっていうふうには思いますね。なんかやってみてゲームの凄さは分かったっていうか、いってもベストはまあもともとスーパーフェザーでもやってましたし、63とかがゲオ本人もベストだって言ってる分、なんか逆にフィジカル的なハンデは僕の方にあるので結構いけるのかなと思ったんですけど、やっぱやってみてそうですね、違うなって思ったので、なんか試合してみないとやっぱり分からないですね。映像だけじゃ分からない部分がすごくありましたね。木村実戦がありますけど、ゲームは、はい、どんな試合になると、まあ率直な感想を言えば、まあワンサイドになるんじゃないのかなって思いますね。もう距離感も抜群にいいので、距離感とディフェンス能力がすごい高いから、もらわないと思いますね、そのパンチとか。一方的、まあこの短期間でその木村選手がどこまで変わっているかっていうのもあると思うんですけど、ちょっと結構相当厳しい試合になるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。レベルの差はあるというか。と思います。そうですね、ゲオも3試合してみんな違うタイプの選手とやってきたわけじゃないですか。それでもしっかりああやって攻略とか試合中にしてくるタイプなので、やっぱり頭一つ二つは、抜けてるので、
ちょっと厳しいんじゃないのかなって思いますね。